駐輪場入ったはいいものの出られへんかった。はい、夜中駅図鑑第5回目ということで、今回は八木西口駅に来ております。はい、今近鉄八木西口駅のすぐ前にいるんですけれども、ここから近鉄八木駅、以前ご紹介したこともあると思うんですけれども、その近鉄八木駅に歩いていきたいと思います。というのもですね、この近鉄八木西口駅と近鉄八木駅、この距離がねすごく短いらしいんですよね。どれぐらい短いのかっていうのを体感するために、一度歩いて近鉄八木駅まで行きたいと思います。時刻は午前4時、まだ人は全然歩いてません。はい、というわけで八木西口駅から大和八木駅まで歩いてみましたという内容になっております。完全に雪フィルムさんの動画を見て影響を受けて撮影に出かけた2番線路です。申し訳ございません。大和八木駅から橿原線で南下すること約 400m のところに八木西口駅があります。大和八木駅から南に進んだところにあるのに西口駅とはまた奇妙な名前ですよね。地図を見ると若干西側にはあるかなとは思えます。八木駅と八木西口駅のホームの最も近いところは約 300m くらいしかなくて、ややカーブしているものの中間にある踏切に立つと八木駅、そして反対側を見ると八木西口駅の両方とも見ることができるような位置関係になっています。駐輪場入ったはいいものの出られへんかった。ちなみに、JR 桜井線の宇根美駅もすぐ近くにあるんですよね。位置関係を図にして、それを作ってみるとこんな感じですかね。ナンバリングは大和八木駅が B39、 八木西口駅が B40 となっております。 B っていうのは近鉄橿原線の駅のシンボルアルファベットですね。ところがどっこいでございますけれども、近鉄のサイトを見ますとこの両駅について注釈があるんですよね。どういう注釈やねんということを見てまいりますと、近鉄電車インターネット予約販売サービスの中の八木西口駅の運賃を検索する場合っていうところを見ていきます。八木西口駅を発または着とする運賃は大和八木駅を発または着とする運賃と同額です。検索結果は大和八木駅として表示いたします。どういうことっていうふうになりますよね。心配しなくても僕も意味が分かっていません。まあ、簡単に言うと運賃の計算上、八木西口駅は大和八木駅として、まあ、同じ駅として扱いますよっていうことみたいなんですね。いやいや、僕もよく分かりませんよ。なんならこの内容についてはねちょっと複雑で例外的な感じなので、少しずつちょっとね噛み砕いて、お話ししていきますね。まずこの運賃計算が同じっていうのは同じ駅っていうことやなってなりますよね。同じ駅、そうなりますよね。まあ確かに八木西口駅っていう駅の名前も大和八木駅の西出口っていう意味で考えたらわからなくもないです。まあその八木駅っていう中の西出口っていうことですよね。西口、電車から降りて改札まで結構歩くような大きい駅もありますしね。例えば東京駅で京王線で降りて、丸の内の改札口に出るみたいな感じかなと、まあちょっと違うかなとは思いますけれども、まあそういう解釈でいくと大和八木駅と八木西口駅はどっかね駅の中でつながってんのかなって思いますけれども、そうでもなくですね、大和八木駅のホームから八木西口駅のホームに行くためには大和八木駅の改札を一旦出て八木西口駅まで歩いて八木西口駅の改札に入るか、大和八木駅から橿原神宮前駅各駅停車に乗車して八木西口駅で下車するしかありませんよね。駅の中でつながっていないので当たり前のことです。じゃあ次に思いつくのが、同じ運賃計算、同じ駅っていう計算であれば大和八木駅に入場券を購入して橿原神宮前駅各駅停車に乗車して八木西口駅で下車、改札を出ることはできるのかということですけれども、答えはすぐに出ます。できません。その理由といたしましてね、入場券のルールとして電車に乗ることができないからなんですね。
でも入場券って出したら150円ぐらいだったと思うんですけれども、大和八木駅と八木西口駅の運賃の、初乗り運賃で150円となってます。まあ料金は同じなんですけれども、しっかりとこう運賃として、お金を支払うということになるわけですね。まあこの2つの駅の距離はすごく短いとは言っても、なんだかんだ 400m はありますし、京阪電鉄だったら千林とか滝井とか土井とかね、その辺のあたりはもっと駅間近いですし、まあ路面電車もっと近い駅間の間隔の駅も結構当たり前に存在するぐらいの距離感だと思うんですよ、 400m。 なのでまあどっからか電車に乗ってきて大和八木駅で降りようかなと思っててんけども、急遽やっぱり八木西口、ね、ちょっと気分が変わって、八木西口で降りようかなと、そういう風に考えが変わった時でも、まあ八木西口まで電車で乗って、そこで降りたとしても料金は変わらないということで、まあお得といえばお得ですよね。まあそんな場面があんまりないかもしれないですけれどもね。まあでも八木西口は実はね結構重要な駅でして、もう少し南に行きますと奈良県立医科大学病院、医科大学ももちろんありますし病院もあります。そしてですね、伝統的な建造物群保存地区看護集落の景色をそのまま楽しめるというね、伝統的な今井町っていう町もあってね、この観光もできるということになっているんですね。その点大和八木駅は大阪線と橿原線の乗り換えはできるけれども、医科大学も今井町もないと。さあ八木西口駅使いたくなってき、たんじゃないでしょうか、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 ないでしょうか。八木西口駅と連絡線についてね、ちょっとねネットで調べた情報をお話ししますね。近鉄大阪線、橿原線の大和八木駅には2つの似たような連絡線が存在します。これらはそれぞれ八木連絡線、そして二の口連絡線と呼ばれております。2つの連絡線はいずれも大阪線と橿原線をつないでいますが、八木連絡線、まあ南の方の連絡線ですよね、この八木連絡線は大阪の益賀方面と橿原線の八木西口駅を結んでいるのに対して、二の口連絡線は大阪線耳なし方面と橿原線で二の口駅を結んでいます。八木連絡線が大和八木駅を通過しているのに対して、二の口連絡線を通る列車は大和八木駅の大阪線ホームに発着することが可能になっています。なんでじゃあこんな風に近接した2つの連絡線が併存しているのでしょうか、存在今もねしているんでしょうかということなんですけれども、この2つの連絡線のうち最初に建設されたのは八木連絡線でした。南の方のね八木西口駅からつながっている方の連絡線でした。この連絡線の歴史は非常に古いんですよね。1923年に現在の近鉄大阪線が大和八木駅に延伸した時に遡ります。当時の大和八木駅は現在の大和八木駅よりも少し南の方の位置にあって、それこそ現在の八木西口あたりにあったということなんですよね。当時の、大阪線もそこを終点としてたんですよね、今の八木西口あたりですね。ですが大阪線が桜井の方面にね延伸するにあたって、大和八木駅は現在の位置に移転して、元の大和八木駅はそうなんですよね、八木西口駅になったということです。この時旧大和八木駅、現在の八木西口駅へ向かっていた本線が今の、連絡線になったわけなんです。格下げさせられたということですね。そのまま廃止とされることもなくですね、連絡線として現在に至っているという流れになるみたいです。今でこそですね、存在感の薄い八木連絡線も実際に使われていたっていうね、重要な役割があったようで、八木西口駅の先にはね、明治政府が、神武天皇を祀るために建設した橿原神宮がありまして、戦前の皇国士官のもとですね、多数の参拝者が訪れました。八木連絡線も南波と橿原神宮を結ぶ臨時列車で、にぎわったことでしょう。ただやはりこの戦後放送崇拝が下火となる一方です。伊勢志摩、観光開発が盛んに行われていきました。近鉄沿線から伊勢志摩への特急も運転されるようになりましたが、ここで問題になったのが大和八木駅の構造です。京都から伊勢志摩方面へ列車を運転する際、八木連絡線を使うと本線上で2回
スイッチバックを行う必要があるんですよね。二ノ口方面から来た列車は八木西口駅へ一旦南に進んで、そこで折り返して八木連絡線を通ります。そして大阪線の方行きますよね。で大阪線の本線上で再び折り返して桜井方面へ抜けるというルートになる。線路設備に投資を惜しまない近鉄がこのような不便をね放置するわけもなくで、1967年に京都方面から、伊勢志摩方面に短絡するルートとして、二ノ口連絡線が開業したっていうことになるんですね。八木西口駅から少し歩いたところにあるこの今井町ですけれども、結構昔ながらの街並みが楽しめますので少しだけ散策してみます。二ノ口連絡線の開業で八木連絡線は役目を終えたのかと思いきや、1982年に状況が変わります。この年に大阪線に五移動研修車庫っていうのが設置されまして、近鉄の所有する大半の車両の検査をそこで、担うことになったわけですね。当然ながら各線の車両を定期的に五移動へ改装する必要が生じて、この八木連絡線に白羽の矢が立ったんですね。現在でも二ノ口連絡線は特急列車の短絡ルート、八木連絡線は南大阪線車両の回送経路としても使用されています。一つの駅に短絡線が二つ存在するのも珍しいとは思いますけれども、南大阪線の車両が狭軌のため標準軌の柏原線として八木連絡線を回送する際にわざわざ台車を履き替えるっていうのがあるんですけれども、そういう状況っていうのも特筆されることが多いですね。はい、というわけで八木西口駅から八木駅まで歩いてみましたという内容でした。今回の内容は以上になります。今回もご視聴ありがとうございました。